お疲れちゃすらです。今日はスライムマーク作5日目やっていきます。というわけで引き続きね、行きましょう。現在1800で、今日はね2000はまあ最低でも行きたいなといったとこですかね。まあこの辺の宝箱はまあ開けつつ、はい、やっていくんだけど、一応セールが今来てて、このシーズン終盤に絶対来るやつですね。はい、なんですけど、ちょっとスーパーレアで今上げたいのがね、ぶっちゃけないんですよね。ゴブリンバレルをシャーネシで上げるかなぐらい、それか一番レベルが高いネクロを上げるかぐらいなんで、いやマジでね、スーパーレアな、ゴブリンバレルちょっと使っとくか。まあ変にネクロとかにワイルドカード割られてもね嫌なので、上げながら、まあ、スーパーレア育てたいやつがなくて、まあセールもったいないんで、さすがに明日買って、明日買えばあのまたね、次の来シーズンの終盤までに俺が生きてればね、もう一回同じようなセールが多分来ると思うんで、そうなったらでかいよねというちょっと贅沢プランで、まあ、一旦この辺も回収しながらかな。いやマジでスーパーレア、いやーゴブリンバレル開けとくか。結局ゴブリンバレルになるんですか先生ってなっちゃうな。バルンとか手に入れたらな、あれなんですけど。さあクラウラーパスね、ちょっと開けまくってたら豪華な宝箱来た。あ、もったいない。それだけかい。さあというわけで、謎にレベル15までね上がったんで、ちょっと宝箱も開けながら、やべえ強くなりすぎた一気に。さあ美味しい、まあゴブリンバレルが一番当たりかなって感じかな。はい、イニレベもねやばくね、この一瞬で、はい、超強くなりました。というわけでやっていきましょう。よし、いやさすがにレベルが前回と比べるとはるかに上がってるし、なんならタワーレベも7になりましたね。はい、しかもあのマスターバッチみたいなやつをやっとできるようになったんで、まあ、同じカードをずっと使ってれば、まあ、それが更新されてねカードもまたもらえるんで、レベル上げもはかどるよっていうので、だいぶ流れとした最強クラス。さあホグコウモリだけでシーズン序盤はきついって誰かが言ってた。シーズン序盤、トロタイ序盤は、ああなんか綺麗に守られました。いやこれタワーレベ7でよかった。7いってなかったら多分スキ2発とかだったんで、ああれ俺のスケルトンが弱いな。さあさあさあ、いやだいぶねちょっとレベル上げすぎたんで、バルキリーとかバレルもう使わざるを得ないよなっていう、シーズン終盤まで、最後まで、死ぬまでこのアカウントが消えるまで、せっかくならね使いたいかなってなった時に、まあ、ホグの枠はまあ何でも変えれるんですけど、コウモリ、バルキリー、バレルアーチャーぐらいはねちょっと固定ですかね、もしかしたら。まあレベルも上げやすいし、その方がいいか。さあ、いや強え。さあファイボで、あはは、ただの隠したね、もう恒例行事です。さあ急になんか来ると怖いけど、さあこれが確定で刺さるんで、オッケー、いいね。まあホグバレル結構無双できると思うんですよね、ある程度までは。対処法を知らない、さあどんどん行くよ。今日もねバリ上げます。タレベ710とか来てもね、でも10くらい来ちゃうとそろそろ危ねえかな。あーバレル8、一応格上バレルではある。飛ばして、あーファイボがねこのデッキないんで、このババ系はね厄介なんですよね。早めに溶かしながら、あぶねえ大砲鬼変目、ちょっと痛いけど許容できそう。さあ矢で耐える、あぶねえな。なんか攻めるとねダメージ入るんですけど、あっちのただの残りのね、ただただ残ってる残飯ババちゃんたちが入っちまいそうで、ああいうのでね、大ダメージ受けるのだけは避けていきたい。
さ、もうこれホグ行くだけか。さ、じゃあ行くる。ホグコウモリ行くと、まあババアがいるんでね、行かない方がいいかな。バレルで攻めとけばいいか。ホグあんま刺さり良くねえって時はもうババで、あ、このもうババでじゃない、バレルで行きたい。さあ、バルキリーいるのが救い、正直。いや、しかもレベル9だしな。これやっぱファイブとかあった方がいいのかな。だいぶ悩むんですよね。呪文嫌だけどやっていける未来があるのか。クエイクとか入れとった方がいいかもね。小屋対策のためだけに。ビアンキーいきます。でも絶対きつい。スケブで事故れ。いや、スケブ強。コンバルギリ。まあでもこの間のコウモリとかで、ある程度は溶かせるよと。で、ウィザードたち用に、バルキリーだけ回して。ああ。バレルずらす技知ってんの。さあ、これはもう、だいぶ刺さると思うんで、いっぱい攻めてあげて。美しい！オッケー。余裕すぎんな。オーケー。あ、ウォールブレーカー手に入るんですけど、いるかな。なんか格上タワー、タワーの方が上だとタワーまで届かないんですね、多分。そうだから、ただの2コス捨てるだけになっちゃうんで、いらない。まあ、ゴブバルも格上のザップとかでワンパンされちゃうんで、まあ難しいとこで悪いけど、アチャコウモリとかと組み合わせが強いっすよね。よし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 、これだけで強い。いっぱい1コスで回せるのがやっぱいいね。え、相手タワー6なんだよ。タワーじゃない、インフェ。え、めちゃくちゃうまい旅やん。砂漠の旅じゃないこれ。エレスピとか使う序盤。いや、これ絶対クララはだいぶやってるためだ。余裕が出てる。さあ、でも単純にクララはやってる同士だと負けないみたいなとこある。俺が一番押されてるのはただの格上。さあ、インフェが回ってる。いやー、素晴らしい防衛をしてくる。いらない、いらない。普通のサバーカっぽいの来たな。まあ、それかただただちょっとセンスがある感じね。まあ、バレル8なんだね。わあ、でもこのまま行くとめんどいな。次のホグでもインフェ絶対ないんで、一旦これ一発入る。回るか。いやー、でかい。しかもレベル8ホグだからちょっと強いんだよね。いやー、ちゃんレベル9ガチで最高。怖いもんない。裏に飛ばして回転範囲でね、俺。まあ、ここにはインフェがあるでしょう。お、節約はラッキー。ヤマメネーム悪っ。さあ、矢使っても完封できる。うん、このデッキマジでいい。で、ホグいって。普通に勝っていく。まあまあ、そりゃそうよ。誰か負けると思った？これで。思わないよな。レベルが勝ってんだもん。
さあ、まあやっぱ怖いな、本当格上ですね。それ以外にはこれも芝居ていく。いいね、マシ公開ってホングだ。昔を思い出すね。さあタワーレベル8、一応格上かな。まあ前タワーレベル9引いたかな。8程度じゃね、そんなビビりませんよと。しかもね、今トルネード、トルネがないのよ。トルネないから、それだけですごい気楽。スケで抑えつつ、アーチャー強いっしょ。これコウモリで守れたら、このままカウンターいけそう。ホグまで回るかな。急げ急げ急げ。え、めっちゃ最強な形できてる。いや、彼も。終わるよな。いやマジで強い。いやー、しかもさらに追い打ちまでいける。ユニコーン、おー強えの来た。タワーレベル9だ、来たよね。さあユニレベル、あーマジ一番だるい。こやこやがね本当に危ないっすね。この間にダメージ稼いでこうぜ。いや、思ってるより入ってくれる。でかいでかいでかい。さあ、逆の小屋も気をつけながら。あ、でも俺のレベル相当高いな、そしたら。多分相手もね、これだいぶ高いんですよね。でもそれよりも俺が普通に高い。さあ、防衛ホグとかして。おいしい。矢まで撃っちゃって一発入んねえか。あ、じゃあ俺多分今タワーレベル7なんですけど、本当タワーレベル99ぐらいあるっすね。全体的にレベルが9か、なんなら10と張れるぐらいのステータスしてるんで、まあ偽りの7、これマジで強いよね。7かって余裕だなって相手は思うんですけども、タレベ9の君よりも高い。さあマスケ、マスケもな、ちょっと使いたかったけど、アーチャーいるんで今季お休みかな。マジ負け作で最強カードってなった時に、まあ、正直なんだろう、スケコウモリか。結局スケコウモリはね、ほんと全てのデッキに入れられる。マジで最強だと思うな。主軸をホグにするであろうが、まあなんだろう、中型にするであろうが、何にするにあたっても結局ね、スケコウムリが腐るデッキっていうのはほぼない。てかゴレとかラバでも、まあ、スケコウムリあってもいいんで。スケコウムリはちょっと毎回ね、負け作の必須カードになってきそうですね。強いぞこれ。回転速すぎてやばいよ。いや2倍攻めれるもんな。オッケー、マジで完璧すぎる。順調ですね。クラウン稼いでるといいことあるから、まあ、クララーパスが進むぐらいか。ウィキーフフフフフフ。さあ、スーパーレア宝箱を手に入れたんだけど、これ、2000行ってから開けたらさ、バルーン出るかなという思いも込めて、一旦ステイ、あ、最初の、あ、これ、出た。これでさ、まあ、最初はゴールドか。これでガチカードもらえるならさ、前までなかったからさ、このシステム。ユニレベルめっちゃ上げやすいよな。たまんのかわかんねえけど。よしよしよし、ありがてえ。さあ、バッジを手に入れた。まあそんな気にせずいけるか。うん、隠してきた。さあ来た、次勝てば2000到達です。早いな。さあ真っ赤なバナーのタワレベ7、ワンパーン。さあ2000
悪い言い方をするとあれだな、作業芸だな、負け作なのに。さあこれで2000きた、アリーナ上がる、よし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 、まあ上がったし、スーパーレア宝物上げていくか。ああ、でもバルーンもプリプリも出ないから、それより下しかやっぱ出ないですね。というわけで、新カードいろいろ解放されたんですけど、まあ何か使うかって言われても、可能性あってバルーンぐらい。バルーンバレルになる。どう？弱そうかな？強い？ワンチャンのかな？そして、これのいらないセール。結構真面目に買わなくてもいい。真面目にいらないよな、これ。さあ、一応買う。1500円痛えな、これ。これで1500円すんのか。何に金払ってんだ。さあぬるっと2000来ちゃいましたが、こっからはね、そのプリンス、あとはバルーンも出てきたんで、格上のそのプリンスだろうがバルーンだろうが、おー置くの早いな。やべえ、え、危ない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 、危ない、怖い怖い怖い。こういうね、そうヤクザがいっぱい来ます。それこそ、まあ、今のもバルーンでレベル10が来たりだとか、プリンスレベル10が走ってくる、まあ、レベル11のロイジェイが来るとか、よりなんかね、まあ、強いカード、チンパン度が高いカードがちょっと増えてくるんで、怖くなるよな。アチャコウモリだけでやっていけるかなっていう心細い部分はあるんだよな。対空が。まあ一応対空への回転が速いってことだけはメリットか。アチャコウモリで、スケタイホーヤナアメでもう一回アチャコウモリがいけるみたいな感じのパターンはあるんだけど、なんか一色が来んな、これ。あれで、なくなったタワー補ってるつもりか？あー、マジで。やらないとかな、危ねえかな、これ。さあ、バルキリーを回したい。一応このコウモリの次にバルキリーが来るんで、そう、このデッキの強みは、ガチで回転だけが早い。回転早いのはいいこと。よしよしよし。まあみたいな感じで乗り越えていかなきゃいけないよね。ヤナアメのレベルもマジで上げとかなきゃいけない。なんで上がってねえんだこんな。アーチャーに全振りしてるからか。さあ一緒大砲置いて。これもう、ヤナミいらないっす。で、ホグヤナメ、これ。サスプラ見えるな。真ん中バルキリーまで行っちゃおうぜ。ゆっくりよ。いや、レベル10強すぎて秒で溶けたー。てか、なんでタゲホグに行ったの？あれ？結構今、謎じゃないっすか。タゲ取れてなかったのか。さあで、このデッキのマジ最強だが、バルキリーがこれ突破される時とかがあると終わっちまうな。さあマジで最強。気持ちいい。このトロタイだとな、タイミングよくスケルトン部隊を出してくれる相手か。相手の方から合わせてくれる優しさがある。あれだな、これ生放送するか。生放送で爆上げプランをちょっと近いうちにやろうかな。それ結構天才だな。あー、日本人来た。かまってファミリー、はるかいさん。しかもタワーレベル6だ。まあさすがに知ってたらオットとかマスカとか来ると思うんだけど、分かんない。無言で俺を殺そうとしてる狼タイプかもしんないんだけど、レベル9だぞ。マジ今んとこもデッキ一緒。タイプ使う。さあユニレベの暴力。マジ一緒だよ。やばくね、スケコウモリアーチャー。さあバレル飛ばす。いやーとか打っとくとなんか出てきそう。
ヤナメファイブを、おまして、高回転ジャイか、まあ、ホグか、わかんないけど。2日ぐらい前にやってた負け作のデッキやん、俺の、今んとこ。え、マジでそう。奇跡やん。マジ。どうするこれで相手も負け作やってたら。負け作やってるもん同士でぶつかんのやばすぎだろ。マジデッキ一緒なんだけど、どうしよう。ジャイとかが出てこないぐらい。ホグ来るかな。いや来ない。朝ホグ来る。マジ一緒じゃね今んとこ。あ、ファイボが俺ねえわ。なんかの枠がファイボか。ゴブリンバレルがファイボと違うぐらいじゃない。それ以外全て一緒パターンないですか。これマジ完全一緒で。あー、うまいっすけど、それマジそっくりさんなんだけど。ガチ視聴者パターンない、これ。ちょっとあるよな。まあそうだったらちょっと申し訳ねえ。でもありがとう。よいしょ。マジでね、これでただの偶然だったのが恥ずかしいな。さあ、まあさすがにミラーだけど、ほぼミラーだけど圧倒的にのレベル差がやべえ、これ。さあグッドゲーム。怒ってんな、やっぱ。だいぶ一緒だったもんね。ホグと、バレルとファイブが違うだけだ。さあ、行くよん。タルベ 8A。あ、てか、クラン作るって言って全然まだ作ってねえな。カードだけ欲しい。あー、たっけえ。一応ザップでゴブリンバレル耐えたのはでかいね、正直。あー、ガチだだけ。どうしようこれ。マジでだけんだけど。え、やばい。待って、キモい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 。ちょっと待って、ガチでやばい。一回集中します。ナイトマスケベビドラが止まんねえな。あー、ザップ強えな。ちょっと待てよ。やべえよ。ホグバレルしていいけどな。一旦バレルだけで様子見をしよう。様子見で耐えよう。スケブー、うわー、スケブーも嫌い。やつかったか。うわー、ベビドラーねー。なんかかぶんねえかな。いや、相手めっちゃいい防衛すんだけど。何それ。いや、ベビードラ強すぎる。ちょ、レベル10やばいって。マジで高すぎるだろ。スケブあるんで、まあまあこの辺は呪文が少ないのが助かる。レベル10やばいって。一旦これはスケブ使わして、いや、だいぶいい、だいぶいい、だいぶいい。喋れない、喋れない。心臓が痛い。一発でやんよ。一発ずつでいいねん。やだめ。
だいぶなんかスローだ。いや、ホグヤナメ行きたいんですけど、ホグヤナメリスキーかな。うわ、ハイブあるんか。あるなら言うといて。いや、だいぶ入るこれ。うわー、マジでかすぎ。もう一発。あぶねー、ごめん。最初がなんであんな入んだ。いやー、マスケーなー、欲しくなっちゃうよなー。ベビードラだけでこんないかれるんすよ。意味わかんねんもんな、冷静に。呼んでカードの種類少なすぎてやばいわ。アリーナガッタセールでなんかいろんなねカードが出る。あの、今まで通りの宝箱が良かったな。ちょっとあげちゃうか。ちょっとマジでカードなすぎて仕方ないよ。上がってく宝箱あげる。これでバルーンとかが出ないんですね。なんかなんか、ふうし、まあ一旦ね耐えましたね。とりあえずバレル10になったんで投げようぜ。投げまくりだこれ。投げて、いやー強すぎる。はい、気持ちいい。あーあー、やべ。ああそれやばい。それもミニペがやべえ。ちょっと待って、ミニペ。おお、危ない危ない。強いってあんた。この辺からやばいね。ゾーン入ってる。ああガチやばい。うつい高い、うつい高い。おい、え、なんだ、俺がユニレベ上げたら君たちもちゃんと強くなっていくわけ。何それ、並びとかもう関係ねえや。いや、ミニピーだな、関係ねえか。いや、殴んなや一発。やらめ使っとくか。これいるかな、いりそう。さあ、そろそろタワー7がだいぶ渋くなってきたな。このトロタイでは見ないだろう、バルキリーのバレルカンプをお見せしてあげよう、君に。あー、ガゴムレもいいんだ。ちょっとやべえじゃん。普通にやべえじゃん。いったんね。いた、普通にね。ああ、ザップで行かれるなら後ろでよかった。さあ、でも言うほどね、相手の方がレベル高いってわけでもなく、俺もぼちぼち安定して高いんでね。オーケー。でかすぎる。変な声出る。見えます。ザップが来るね。いや、だいぶ強いな、マジこのデッキ。オッケー、よし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 。おもろくなってきたんじゃない。そろそろレベル10が当たり前に来るよ。レベル10、俺一応バレルだけか。守れるカードがね、レベル高いとね、安心感あるんですけどね。大砲とかもっとぶち上げたい。さあ、ターレベ8。まあ、ターレベ正直あんま関係ないっすね。10ぐらい行くとあれですけど。それ以外はユニレベが怖い。一旦、圧かけとこう。タレベじゃねえ、ユニレベ10見て諦めるかもしんない。ファイボー、え、待ってくるタイプ嫌なんですよね。一旦行って、お、あー来ましたね、プリンス8。まあ、今度は全部大砲で行きたい。読みザップは来ねえよ。よしよし、素敵な大砲だね。で、ここにはファイブは一応回ってないんですけど、ヤナメがあったらあります。まあでも次の、じゃあ
ホグコウモリ。矢の雨はないよ。ファイボもな、あ、ファイボがこれで一応回るんで、ファイボ防衛もあるな。ファイボだけかな、そしたら。あれ？あれ？だいぶ事故ってる。ホグコウモリするだけでいいんだ。幸せだ。そこで2150。うわー、はじめまして、タワーレベル10のお方。お手柔らかにお願いします。クラランまだ始めて5日なもんで、5日なもんでやめていただけると助かります。お手柔らかにお願いします。まだ始めて5日なもんで逮捕もろい。あんちゃんの一発も入れたくない。いやガチ、倒れ道は熱やばすぎるだろ。え、何これ、何これ、ハンデだよっつって君。お、これ熱い、ホグ刺さる。え、どんなルートしたの。いやちょっとコスト使いすぎてかな。まあでも右の小屋をこのアンチャーでやれるならいいし、ユニレベが相手が9なのもね、まだ救い。これでマジバケモンレベル食うと終わる。さあさあさあ、この辺は好きでお散歩できる。まあ正直勝てそうではある。まあ全カード出てないんで、超レベル高々が出てくるとあれだけど、飛ばしてアチャセパで頑張れないかな。楽したい。よしよしよし、これホグ釣れないんで、まあ五分小屋ぐらいが来るかな。五分小屋も来ない。なんだこれ。オッケー、さあもう勝ちですね。諦めたかな。諦めはしないんだね。さあバトルで10じゃ物足りんな。じゃあどうやったら本物来るよ。うち負け策はね、やっぱ3度目となると分かってる。調子乗った時に負けるか、ほんと序盤で大ダメージ食らって終わるの2択なんですよ。だから慎重に慎重に慎重にさえやれば絶対ねいけるんですよね。本当にやばい、それだけは無理だっていう負け方をまあ、小屋小屋に分からされた時か。まあでも、それはちょっとデッキが悪かったな。と思えば、負ける相手はね、ほぼない。ぶっちぎりほぼない。よし。さあ、これで、だいぶトラ上がったぞ。次で2200か。鬼上がってんな。ソフィアン。あ、はい。タワレベ10がデフォルトになるんじゃねえ。10いいとは言ったけど、いっぱい来ちゃダメなんや。わかる？わかるかい？苦しいんだよ。もうちょっと楽させてほしいな。大砲のレベル上げなきゃ本当にやばい気がする。いやー、ゴブリンバレル10でも、まあ、もっと入ってほしいね。多いな、これ。なにこれ、ボットか？ボット小屋小屋ラッシュ来てる、もしかして。同じできるんだけど。これ、ホグライダー釣れるのかな？うん、釣れるんだ。いや、マジ、ボッティ説あんな、これ。どうする？負け作、ボットに負けて終わったら。一生負け作すんなってなるよな。あ、ガチでそうだ。なるほどね。理解理解。しゃあ、というわけで、2200。次のアリーナが2300か。三重子絶対使わないんだよな。まあ、一応持っとくか。あ、変なスタンプゲット。さあ、というわけで、今日もね、無事に生き残ることができましたよ。本当に。いつ、しばかれんだろうとね、ビクビクしながらね、今後もね、頑張りたいと思います。よければ、ちゃんと声かもね、お願いします。では、お疲れ様でした。またね。